こんにちは、ドビコです今回は書道を始めようと思って興味のある方が一緒に始められるように持ち物とか必要な道具について動画を撮ろうと思ってます私は40年ぶりなんで道具は揃ってるんですが初心者の方向けに説明しますまずは硯。 すずりはどんなものでも構いません。で、本当はこの水入れでお水を入れて、墨で吸って書道をするんですが、初心者の方はもちろん墨液で手軽に始めていただいて大丈夫です。これは大筆、大きい字を書く筆で、初心者向けに小学生の、 書道の授業で使う一番安い筆を買ってきましたあと書道に使う下敷き版紙も一番安いものです あと最初にいるものとしては書く際に半紙を引いて上を押さえるもの、文鎮これも書道用具のところに置いてあります文鎮も準備してください今出したものは筆巻きで筆を運ぶためのものなので お稽古に行かずにお家で書かれるには必要ないと思います。道具が揃ったら今度は筆の下ろし方です。いきなり墨をつけるのではなく。 少し固まっているので、指先で解くように。押さえていきます。あまり強くなく、優しく。押さえて解けるような感じで。下から三分の二程度のところまで解きます。 このぐらいほどけたら、あとは墨を吸わせて使います。次は後片付けです。先にちょっと後片付けの説明しときますね。すずりはお水できれいに洗ってください。墨が残っていると固まって、どんどん汚くなっていくので、すずりはきれいに洗ってもらって、筆もついている墨をだいたい、 固まらない程度洗い流しますその時上に残している部分はほどけないように下についている墨を落としてくださいこうやって形を整えた後 かき損じた半紙で。少し水分を取って。お習字道具の中に入れておきます。カビが生えないように注意してください。今回は道具の説明で終わりです。次回。 横線の引き方、縦線の引き方から始めようと思ってます。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。もし興味のある方はよかったら一緒にお稽古始めましょう。どびこでした。